いね。行くわよ。任せろ、リンガー。まだまだいけるぜ。よし、次に行こうぜ。どうやら気を失っているだけみたいね。よかった。待ってろ、しおり。今下がって、時坂君。デカブツはエルダーグリード、この迷宮の主よ。あれを倒すことができれば異界化を収められるはず。だったらとっととぶっ飛ばしてやるだけだ。行くぞ、ヒイラギ。
いける。やったのか。ええ、完全に消滅したわ。これでこれはイクリプスの収束、現実世界に戻されるわ。任務完了ね。ここは元のレンガ小道の裏道か。ええ、もう夜だけど無事に戻ってこられたみたいね。しおり、こうちゃん、ここは私、何をして。しおり、大丈夫かよ。おい、消耗しているけど
命に別状はなさそうね。そうか。たく心配かけさせやがって。どうした？どこか痛いとこでもあるのか？ううん、やっぱりこうちゃんが助けてくれたんだって。こうちゃんなら絶対来てくれるって。なんだそりゃ。このアホ。当たり前だろそんなのは。ひとまず一件落着ね。でもこのエクリプスの頻度、やっぱり異常としか思えない。一体この街で何が起きているというの？